この本相当年季入ってるなと。同じ書物として悲しいことだ。もっと本を大事にせぬか。そう怒るなよ。でもこれ一体何の本なんだ。地図、何やらマークなども書かれている。これはもしかしたら宝の地図というやつかもしれんな。だけどこのままじゃ全く読めないな。傷んだ部分を復元する必要がある。仮面の町の変なもの屋にでも相談してみたらどうだ。そうか、そこで何か修復してくれるかもしれないな。ポポルさん。あ、おかえりなさい。魔王の城の鍵について何か手がかりは見つかりましたか。ごめんなさい、もう少し時間がかかりそうなの。そうですか。ポポルさんが暗号の解読に集中できるよう俺にできる仕事はないですか。そうね、そうだわ。赤いカバンの船頭さんを知ってるわよね。最近彼が仕事を休んでいて、海岸の町まで様子見をお願いできないかしら。わかりました。この状況前にも覚えがあるな。お待たせ、必要なものを揃えてきたぞ。全部あるね。助かったよ。ああ、これはお礼ね。あれ、相場よりも高くないか。せめてものお礼の気持ちさ。それならば受け取らんと失礼だ。そうだな、ありがとう。どうしたんだ、ため息なんかついて。実は息子が原因不明の病気にかかってしまったんだよ。もう1週間も経つんだけど、治るどころかだんだん悪化してきてね。1週間か、それは心配だな。そうだね、確か他の子たちと遊んでいた帰りから調子が悪そうにしてたわ。その時に何かあったのかもしれない。俺の方でも病気を治す方法を調べてみるよ。本当かい。ああ、任せておけ。相変わらずのお人よしであるな。差し当たっては子供たちからの聞き込みか。そうだな、どんな親も子供が大事か。そうだな。しかし原因がわからぬことには薬も探しようがなかろう。ならどうする。子供に聞いてみるか。子供？大人がわからないのに。我から見れば全員赤ん坊だ。C'est beau. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Nier Répliquant. J'espère que vous allez bien. どこの平原にも魔物が現れるようになって、動物たちの数が減ってるみたいよ。Tu veux du mouton? Tu veux me payer du mouton? Ouais. Du coup, on va aller voir le batelier, parce que le batelier, effectivement, il veut plus me prendre dans le bateau. Donc ouais, j'ai récupéré un petit peu des matériaux dans... comment ça s'appelle ? Dans la montagne des robots. Notamment de quoi réparer le phare. Et oui. J'ai pris deux niveaux aussi, hein. Au passage. Wouah ! Wouah, lui, il est gros, lui. Attends. Bam. Oui bon, ça suffit pas évidemment, mais c'est quand même beau. Petit coup de grâce là. Ouais. どうしたんですか。あなた方は船頭の夫がお世話になっている。
一応聞いておくが、一体実は夫とまた喧嘩しちゃって、夫が家出を。どうせそんなことだろうと思ったぞ。でも夫が悪いのよ。私が大切に取っておいたリンゴを10個も食べちゃうんだから。それはすごいですね。私も言い過ぎたけど、でも。 まさか1週間も帰ってこないなんて。わかりました。俺たちが探すのを手伝いますから。え、本当？嬉しい。よろしくお願いします。君、石の神殿って知ってるかね。ああ、知ってるが、どうして。おお、それはよかった。実は私、 世界中の植物を研究していてね、幻の遺跡の一つである石の神殿にあると言われる大木を調べたいんだよ。どうかね。木の根っこを少し拝借してくるだけでいいんだが、頼めないか。 Alors je veux bien, mais il me faut un batelier quoi. 根っこだな。 わかった。 Elle est trop bien l'ambiance dans cette ville. Attendez, il est vraiment au bar là? Genre vraiment, ça fait une semaine qu'elle le cherche alors qu'il est au bar? J'y crois pas. Je refuse d'y croire. Konnichiwa. Akai kaban no otoko o sagashiteiru ndesu. Koko atari wa nai desu ka? Nani? Ano fufu mata kenka demo shita no? Jitsuwa danna-san ga iede shita mitai de. よくあることなんですか。今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて、町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だから、そっちに帰ってるのかも。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。わかりました。話を聞きに行ってみます。あなた、 よく見るとなかなかハンサムね。一緒に飲んでいかない？え、いえ、結構です。 Putain, mais c'était elle en plus qui nous avait proposé un verre déjà la fois d'avant, je crois. まさか、 あの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。 驚いたな。 でも、 なんとなくわかるよ。 あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。 正気か。我はげんなりするが。 頼まれてた素材、集まったぞ。 おう、全部揃ってるね。 ありがとう、これは俺だよ。 おばあさんはもういないけど、 この灯台はまだまだ元気に頑張ってもらわないとね。 そういえば、前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことが、なんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我々。やあ、こんにちは。 何か用かい？海岸の町にいた赤いカバンの男、水路の船頭がどこに行ったか知らないか？ああ、あいつなら俺の弟だよ。しばらくこっちには帰ってきてないが。今どこにいるのだ、その弟は。知らないな、最近会ってないし。そうか。ああ、でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから、 郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。やれやれ、また戻るのか。
男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。そういえばお前は手紙を書いたことがあるのか。あるけど書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。愚か。手紙など己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だというのに。わかったわかった。あれ、配達員さんじゃないんですね。そうなんだよ。荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番を頼まれてな。君も荷物の受け取りかい？いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。何か知りませんか？悪いけど、俺は力にはなれそうにないな。そういや、仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないって心配してたな。家出で行方不明になった者が二人。その子の行き先に心当たりは？そうだね。もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれないな。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。難破船か。調べた方が良さそうだ。ああ、入り江に行ってみよう。カイネ、エミール。どうしたんだ、二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません。カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配？魔物か？ああ、この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ、どうかしたのか？いや、なんでもない。さっさと行くぞ。どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴が木の板に塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。T'as sérieux, le jeu il prévient et tout là? Ok, non mais c'est bon, je suis préparé moi. Il va se passer une dinguerie? Non, mais non. On se calme, je suis qu'à un fragment là. Kono fune, itaru tokoro ga kusari kakete oru na. Mui. Ah.カイネ、本当に大丈夫なのか？あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか？外の空気も吸えますし。そうだな。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さあ行きましょう。カイネさん、薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないな。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。おい、そこに転がっているのはランタンではないか。油が残ってる。まだ使えそうだな。
鍵がなければ先には進めぬな。どこかに鍵がないか探してみるか。ん？今女の子が。我も見たぞ。いつの間に後ろに。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれぬ。連れ戻した方が良さそうだ。Ouais. Non, mais c'est sûrement pas la fille à laquelle je pense. Dare mo inai zo. Okashii na. Yurei de mo mita mitai da. Baka na koto o nukasu de nai. Doko ka ni nuke ana de mo aru ni chigai nai. Kono fune wa ittai. Nan pa toji no koto o shiru tegakari ga sennai ni nokotte iru kamo na. この先はかなり暗そうだな。先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが最近のものみたいだ。おそらくカバンの船頭が落としたものである。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。まったく世話の焼けることだ。ともかく奥を探してみよう。今の音は何なんだ。上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か。入り口で見た娘が倒したのだろうか。ん？おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。これをたどれば娘の居場所に行き着くかもしれん。分厚い本が置いてあるな。何だろう。公開日誌のようだな。中を見てみるか。船の進路、天候、入港記録。大型の船だけあって事細かに記録されているな。だがある日を境に突然記録が途切れておる。この船で一体何が起きたんだ。棚の向こうで何かが光ったぞ。調べようにも棚が邪魔で奥に行けぬ。なぜ狭い通路に棚が置いてあるのだ。待て、この棚動かせそうだ。亀裂に引っかかったようだな。床が抜けでもしたら大変だ。これ以上動かすのはやめておけ。机に手帳が置いてある。文字と数字がびっしり書かれているな。船で扱っていた商品の記録のようだ。この船は人身売買を行う商船だったらしい。奇妙なこと。人を売り物にしてたってことか。そうだ。かなりの儲けを出していたようだな。同じ人間なのにどうしてそんなことを。わかりたくもない。愚かな人間はどこにでもいるということだ。
Mais est-ce que ça veut dire que du coup dans les caisses, il y a des gens? Parce que ça serait bien horrible.大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。いや、鉄でできた道具がいくつも入ってる。それは拷問器具か。ここで行われていたこと、想像したくもないが。 魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。白い痕跡が続いているのはここまでのようだな。何か聞こえてくるぞ。 音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど。これは電声管か。管を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。管がつながっている別の部屋にあの女の子がいるってことか。待て、壁に栓内図が貼ってあるぞ。どうやらこの管は栓尾にある栓室とつながっているようだな。 もっと奥に進めばいいんだな。行こう。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの扉は開かないようだな。 Mais merde, le dialogue. なんだこの匂いは。 奥の部屋から漏れているのか。またリンゴが落ちてる。これも喧嘩夫婦の夫が落としたものか。ともかくもっと奥を探してみよう。この床。 おい、無事か。ああ、なんとか大丈夫だ。ここは暗くて何も見えないな。おまけにひどい匂いだ。どうやら船底まで落ちてしまったようだぞ。落ちた時にランタンをなくしたみたいだ。 白、よかった。ランタンがあったぞ。ようやくか。喜んでいないでさっさと点火するのだ。この死体は町の者たちと。 喧嘩夫婦の。そんな嘘だ。どうしてあの人が町のみんなが。くそ。しっかりしろ。カイネが感じた気配。おそらく町の者たちを殺した犯人はこの奥にいる。 ああ、絶対に許さない。
お二人とも。エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なのか？ああ、少しはマシになった。世話をかけたな。そうか、本当に良かったよ。今度はお二人の元気がないようですけど、何かあったんですか？ところでカイネ、お前が感じていた気配だが、ちょうどこの上の階からだ。やはりな、先に進むしかなさそうだ。丸められた紙が何個も捨ててある。これは手紙か？どれも同じ文字が書き綴られているようだが、字が汚くて読めない。Ce bateau des horreurs, quoi. Quel enfer. Et bien, c'est parti. Koko ga saigo no heya da. Machi no mono tachi o koroshita hannin ga kono naka ni iru kamoshirena. この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。こいつ。Et avec un sac rouge。まさかカイネが感じていた気配はこの子が。君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を？ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこの難破した船に乗っていたみたいでね、外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた。つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした、あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは。カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。船が崩れるぞ。早く外へ出るのだ。分かってる、急ごう。マモニ、邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。二人ともよかった。
無事だったんだな。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであればあの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。Juste, c'est normal que je lui fasse zéro dégâts. Où ça sent, ça va être chaud. Shikashi, sore o uwamaru sokudo de saisei shite iru no da. Kono hikari, nani ka kuru zo, taishi ka. Fune ni itta onna no ko no shoutai ga mamono datta nante.今までの魔物とは何かが違う。油断するな。触手を狙うのだ。止まるな。もう一本も切り刻むぞ。この町のみんなを絶対に許さない。野放しにすれば町が危険だ。ここで始末するぞ。
地に畳みかける。やったか。なんだ、あの大きさは。おお。わあ、おしれ。あれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。来るぞ、かわせ。体の一部を右に変えて撃ってくるの。するなんて。やつは普通じゃない。気を抜けば殺されるぞ。このままじゃ街が危ない。何としても止めないと。増えておるぞ。分かってだけど、くそ。か、このままでは。わりディギャ、こっちを見ろ。あ、ouais, chaud. Mais c'est gigantesque. C'est incroyable. Par contre, c'est quoi le concept? C'est une humaine? Ou c'est une ombre qui a pris la forme d'une humaine? Ça, c'est pas clair.Pardon ? Pardon, la foule régène là ? こいつはお前の大事な人なんだろう。ほどの攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、僕怖いです。奴が魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。
なんとか死ぬ人。体が…何してる。殺されるぞ。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。お前なんか Waouh, on va obtenir un nouveau mot. Vol de PV. Oh, trop bien. Rapport de recherche fondateur. Attaque physique inefficace, attaque thermonucléaire inefficace, détection de particules inconnues, la situation requiert la démonstration des origines multiples. Écoutez, je l'avais toujours pas lu en vrai. Je crois. Arigato. Okage de tasukatta yo. En fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce que... Merde, j'espère que je l'ai pas raté dans le montage. Parce qu'il me semble pas que j'ai mis ce truc-là dans un des épisodes que j'ai monté pour l'instant. Ouais, je sais plus dans quel épisode c'est, mais bon, bref. Au moins, en tout cas, là, ce sera lu. Kimi tachi ni wa sewa ni natta kara na. Kakumau gurai o yasui go yosa. Hontou ni sumanakatta. Machi no hito tachi ga nan nin mo mamono ni kuwarete.この犯人の世話を私がずっとしていたなんて貴様が気に病む必要はない。全部魔物が悪いのだ。そうだといいんだがな。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。また君にも手紙を届けるよ。夫は見つかったの？それは。どうして答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。まさか
旦那さんは魔物に殺されたんです。俺たちが見つけた時にはもう手遅れで。嘘よ、どうして夫が思い出のカバンをバカみたいにずっとつけて、ずっと私のことを思ってくれて。そんなの嘘よ、嘘って言って。あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。くそ、気負いすぎるな。お前はよくやった。Ça pique quand même. Je vous avoue, ça pique un peu là. C'est vrai que... Enfin, ouais, quand même. Bah, je me voyais pas lui mentir en fait. Je me voyais pas lui dire ouais, ton mari va bien. Mais bon. Oh, c'est dur. Umi no mamono to no tatakai de mamono o kyohaku shite ta daro. Ano mamono ga haitatsuin no koto o mamotteru nte.どうして分かったんだ。さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。D'ailleurs, tiens, ouais, parlons-en un petit peu là de cette histoire là, de cette ombre. D'ailleurs, ça m'aurait même pas rapporté de. Bon, non, parce que bon, au secours, c'est ça. Parce que j'ai la clé là.Mais ça m'aurait même pas apporté ça en fait. Je pensais qu'au moins, on aurait un fragment de clé après ça. Mais non, même pas. On a une phase trop stylée et tout. Toute une quête et tout. Mais ok. Mais donc bon, déjà ouais. C'est pas clair si c'est une ombre ou pas à la base. Enfin, si à la base c'est une humaine ou une ombre. Vu qu'elle a une forme de fille. Mais visiblement, bon. Enfin, voilà.Sachant qu'elle avait l'air de dire des trucs intéressants à la fin. Bon, on sait pas. On comprend pas ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, ouais, le truc c'est que. Pour revenir en plus justement à ce que dit notre perso Akainé, genre t'avais quand même. Enfin. T'as la sensation qu'elle était vraiment amoureuse du postier, quoi. Et c'est là où tu te dis, mais attends. Atta. Comment ça, ça éprouve des sentiments, ces merdes. Genre, en vrai.Parce qu'autant, bon, voilà, dans Nier Automata, les robots, ils parlaient. Là, les ombres, elles parlent pas. Donc j'avoue que... J'avoue que, ouais, hein. Je sais pas, hein. C'est, ouais, c'est chelou. Salut. Mori ni wa kowai noroi ga aru te hanashi ga aru nda yo.大きな森ほど呪いの怖さも大きくなるんだってさ。北の森にこっそり遊びに行った奴らがいるらしいんだ。俺も行きたかったな。どの仕事を紹介しようか。ミサでビビオテキちゃん。洋館の執事から依頼が来てるぞ。ちょっと変わった魔物について相談があるらしいんだが。まあ、OK よ。依頼人の場所。Oui bon, je me doute de savoir où il est le majordome.Je pensais pas qu'il nous donnerait une quête, tiens. J'avoue. J'aimerais juste trouver, finir la quête du petit. Tant qu'à faire. Mais on va faire cette quête là, on va faire la quête du majordome et on va sûrement pas tarder à s'arrêter, hein. Ah, par contre, comment du coup j'ai plus de bateau moi, c'est fini, hein.北の森、つまり神話の森に遊びに行き、そこで何かあったようだな。まあ、おい。森の呪いなんて本当にあるものなのか。
それは我とて分からぬ。実際に行き、その目で確かめるしかあるまい。Ouais, il doit être en train de faire un mauvais rêve. Ah mais non, mais... Il serait pas mal. Il serait juste en mode... Elle aurait dit mon enfant est devenu une loque. Elle aurait pas dit mon enfant... Ouais. Mais du coup, attendez. Parce que là, je suis dans la merde pour une quête. Comment, je peux jamais retourner, moi. Ah oui, ça j'avais vu. Hein, la quête, le cadeau promis. Hein, allô ? Le jeu ? Quoi, elle... Ok. Ouais, bah oui, impossible de progresser dans cette quête, tu m'étonnes. Non, mais attends, mais parce qu'on me dit que. Oui, non, mais oui. Genre, il faut que j'aille au temple oublié, mais. Sauf que le chemin pour le temple oublié, c'est par bateau, quoi. Ouais, on m'a donné un bateau pour que je le perde de la mission d'après, quoi. C'est terrible, hein. Quand même terrible, ça. On doit aller où ? On doit aller voir Popola. Sendo-san a nakunarareté. Kaigan ni mamono ga deru nante. Taihen datta wa ne. Sendo no kare wa yoku fufu genka no hanashi o shinagara waratteita wa. Oku-san no koto o taisetsu ni shiteiru seijitsu na hito datta no ni. Kare no koto wa sugoku kanashii keredo. あなたが無事でよかったわ。そうだ、ポポリオ。魔王の城の鍵については何か分かったのか？暗号の解読は進めているのだけど、行き詰まってしまって。忠誠のケルベロスは、もしかしたら犬のことかもしれないけれど、ポポルさんにも分からないなんて、相当複雑な暗号なんだな。でも鍵とポポルさんだけが頼りなんだ。お願いします。分かったわ。そうそう、通りがかりに見かけたんだけど、ポストに手紙が届いているみたいよ。見てきます。ありがとう。du courrier? Du coup on a du courrier non? 解読は進めておくから安心して。Mais la dernière fois qu'on a eu une lettre, c'était notre sœur, quoi. Super. Sendo no kare ga yasunde ita kara, betsu no hito o tehai shite oita no. Ah, ça pour ça, t'es efficace. Hein. Pour déchiffrer une clé ultra complexe, c'est compliqué, mais. Premier remplaçant au bateau, bizarrement. Non, c'est logique. Ok, bah bon, voilà. On bloque pas le bateau. Putain, mais en vrai, ah, oh, c'est des. Ah oh. Ah oh. Je suis deck pour le batelier quand même. Hein. この世界は無慈悲に回り続けるのだな。Ah putain. Bon, j'ai lu le début. J'ai pas compris. Au début, j'avoue que j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas fait la distinction. Et puis j'ai regardé le PS à la fin. Bon, conformément à la loi numéro 25656, considérez le présent document comme l'avis officiel que le roi de façade a choisi de convoler en juste noces. Veuillez faire part de vos objections ou félicitations par les canaux officiels indiqués dans la loi numéro 38585. Cordialement, le Bureau royal des mariages et des contrats ayant force de loi de... Hein ? Ayant force de loi de façade ? D'accord. PS, salut, c'est moi, le roi de façade. Désolé pour la tournée officielle. Je vais me marier et j'aimerais vraiment que vous veniez. Alors ramenez-vous. Trop sympa. Incroyable, il va se marier. 5 ans. が結婚とは世の中わからぬものだ。結婚式か。ぜひとも行ってお祝いしなくちゃいけないな。まあ、しゅう、いだ、しゅうもあわりんわすじゅうだよ。早速王のところに行こう。Ouais, alors le truc c'est que je dois me rendre partout là en fait. Je dois me rendre à peu près dans toute la map quoi. Parce que j'ai un truc à faire à façade, j'ai un truc à faire au temple oublié, j'ai un truc à faire dans la forêt des légendes, j'ai un truc à faire à littoral, j'ai un truc à faire partout quoi. C'est terrible. Hein. Ouais, mais le problème en fait c'est que la forêt des légendes. On va s'arrêter à la forêt des légendes. C'est-à-dire qu'on va faire la quête du manoir. Et ensuite on va aller à la forêt des légendes. Parce que la forêt des légendes, on avait la deuxième clé normalement là-bas. Hein. Là le jeu il fait genre il a oublié.
Mais moi j'ai pas oublié. Hein. Après il m'a fait choisir à chaque fois, mais ça veut pas dire que je peux pas le faire, non? Ou quand je choisis un truc, c'est la route que je prends quoi qu'il arrive. Je sais pas. On verra bien parce qu'on va aller dans la forêt. ご主人様、少々困ったことが。図書室の掃除をしようと思いましたら、魔物に部屋を占拠されてしまいました。この洋館、なぜこんなに魔物が湧いてくるんだ。まあいい、何であろうと魔物だったら倒すだけだ。いえ、その魔物はただ図書室にいるだけで、特に害はないのですが。 Non mais comment ça, elle n'a rien fait, elle ne fait de mal à personne. Ça y est, on a des ombres déviantes. え。今は平気でもいつ襲ってくるかわからないだろう。魔物は今のうちに殺しておくべきだ。こいつが例の静かな魔物か。今のところ何もしないとはいえ。 Ce sera jamais défendu. ありがとうございます。こちらは報酬になります。お納めください。 でも どうしてあの魔物は図書室に住んでたんだろう。 不思議な話だ。まさか魔物の知能で本を読んでいたというわけでもあるまいに。 J'avoue que c'était quand même bizarre. C'est quand même bizarre comme histoire. Mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Oups. Ouais. あんなでかいやつがこんな平原に出るようになったのか。 気をつけろ。手強いぞ。 Ah bah c'est la fameuse ombre de la quête. C'est quoi cette barre de vie? Quel enfer. Yeah.
Ah, le bâtard, il m'a préchote, quoi. Lol. Bon, bah, elle est plus là. Koko wa rei no yume no mura da na. Sou da na. Dekireba, ano akumu wa mou mitaku nai mono da ga. Ah. Kodomo? Ah, sou ieba, mikaketa ne. Tashika, nushi sama no soba de asondeita you datta kedo. Toku ni doko mo kawatta yousu wa nai mitai da kedo. どうやら手詰まりとなってしまったようだな。何か落ちているぞ。 変わった模様の木なんだ。 毒々しい模様だな。 さすがに食欲は湧かないな。 森の呪い? そんなものあるわけないさ。 ああ。 でもあれは呪いと言えなくもないか。ああ、皆さん、どうもありがとうございました。 On peut rien y faire donc.病気の原因は分かったのか。いや、さっぱりだ。そうか。なんだその実は。これ、さっきの巨木の下で拾ったんだけど。うまそうだな。ちょっと食わせろ。バカ者、そのような毒々しいものを食すなど。うん、うまいな。いらないのならもっとよこせ。 本当に美味しいのか？なんだこれ、明らかにまずいし危険な味じゃないか。どうしたんですか？って、その実食べたんですか？その実は毒の塊なんですよ。さあ、早くこの解毒剤を。 思った。あんな毒々しい模様をしてるんですから、食べるものじゃないとすぐに気づくと思うんですが。子供くらいですよ、食べるのは。助かった。え、子供だけ？まさかあの子もこの実を食べたんじゃ。考えられそうだな。大人でもここまで苦しむ毒だ。子供の身ではつらかろう。 ところでカイネ、解毒剤は飲んだのか？いらん。うまかったぞ、あの実。服装だけでなく、胃袋まで異常であったか。死なすぞ、クソボン。Elle est vraiment pas humaine, Kaine, c'est pas possible. しても強烈な毒だな。手足がしびれる。私は何ともなかった。 胃袋の出来が違うんだろう。普段から大食いだからな、カイネは。下着女は内臓まで下品にできておるのだな。ページをぶちまけられたいのか、クソボン。あんなでかいやつ。Ah bah salut. こんな平原にて。気をつけろ。
Oh bordel! ゴミの分際で手こずらせやがって。でもこんな場所に魔物が出るなんて、まるで人を待ち伏せしているみたいです。魔物にそんな知能があるわけ。知能がないか。アバサン、そう言い切れるか。年々魔物の攻撃は巧妙になっておる。知性を持ち罠を仕掛けるようになったとしても驚かぬ。なら態度がでかくなる前に殺すだけだ。 いずれにしても、魔王を倒すまでは安心して暮らすことはできないってなった。橋にいた魔物は倒したぞ。ああ、ありがとう。でも娘は死んでしまったよ。これはお礼だ。もう金なんて持っていても仕方ないからな。 Et sinon, c'est quand que ça se finit bien les quêtes? Parce qu'en vrai, là, depuis cette P2, depuis que à chaque fois qu'on fait une quête, il n'y a que la quête de Mamie, hein. Y a que la quête du phare de Mamie, finalement, où ça allait. Non, mais genre là, le gosse, il va être mort, en vrai. Le poison, là, ça fait une semaine qu'il a le poison. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, bah oui, c'est en plus. Merde. Merci. Non, c'est bon, touche pas aux enfants quand même. Juste, on va aller voir la quête qu'il y a là-bas. En haut, parce qu'il a l'air d'avoir une quête. Et ensuite, on va s'arrêter, tout simplement, pour cet épisode. Parce que je pense que ça fera quand même un petit moment pour vous aussi. C'était pas là. Ah si, c'était là. Lol. Salut le batelier. Yeah. Popol-san kara hanashi o kiite ryo. Ikitai basho o itte kurereba, soko made fune de tsurete iko. Bon, faudra qu'on aille là, mais ok. Mais t'avais pas une quête. Non, c'est juste en mode « Salut, je suis le nouveau batelier, ravi de faire ta connaissance, quoi. » Superbe. Ok. Bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter. Et vous savez qu'en plus, ça fait un moment que je l'ai pas fait de façon naturelle. Parce que c'est devenu l'outro des vidéos. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai eu peu l'occasion de m'arrêter ici. Donc profitons-en. Et arrêtons-nous là. Donc bon, sur ce, moi j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de Niro Replicant. J'espère que ça se passera mieux, hein, en termes de quête, enfin en termes de résultats de quête. D'ailleurs tiens, juste vérifions. On a quoi en quête là? Il nous reste quoi à faire? On a fait 50% des quêtes, hein. Je comprends pas les logos en fait. D'un coup, je viens de me rendre compte que je comprends pas les logos. Ouais, bon, les caisses. Ah, ça, il me faut des rondins. Ah oui, c'est pour ça que je voulais aller à la forêt. Parce que je pense que c'est dans la forêt que je peux fermer les rondins. Donc, j'essaierai peut-être de fermer des rondins pour le prochain épisode. Enfin, avant le prochain. On a 12 milliards de trucs qui nous mènent à façade. Ça, il faudra qu'on y aille. Mais, ok. Très bien. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye. Outra shine.
chaque